MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらクリキントンがお送りいたします。慰安婦合意の破棄、徴用工判決と日本企業の資産差し押さえ、自衛隊機へのレーダー照射など、2017年の発足以来、日本に敵対的な政策を次々に繰り出してきた韓国、ムン・ジェイン政権。そんなムン・ジェイン政権の外交・安全保障における最大のブレーンとして強い影響力を持っているムン・ジョンイン統一外交安保特別補佐官。ムン・ジョンイン氏は、北朝鮮に融和的な対応政策の企画・立案に関与し、南北首脳会談にも同席しています。そして、ムン・ジェイン政権の急進的な新北朝鮮、親中、反米、反日路線を主導していると言われています。実際、ムン・ジョンイン氏は、長期的に韓米同盟はなくすのが最善、韓国大統領が撤退せよと命じたら、在韓米軍は出ていかなければならない、韓国が核武装すれば韓米同盟は不要、中国は韓国と日本の間の重要な仲裁者になることができる、15年で、北朝鮮との経済連合を達成できるなどと発言しています。さらにムン・ジョンイン氏は、日本は請求権協定によって韓国に支払った8億ドルよりもはるかに多い金額を韓国から稼いできたと指摘し、率直に言いますと、1965年から2018年まで50年以上もの間、韓国は一度も日本に対して貿易黒字になったことがないのです。逆に、日本が韓国から稼いだ貿易黒字は6800億ドル。単純計算して、韓国に供与したお金の850倍の利益を日本が得たということです。インフレ率を考慮しても、100倍以上にはなります。私たちは、ずっと日本企業を信頼してきた。なのに、日本政府がこんな政治的判断をしてしまったので、韓国は本当に怒っているのですと、痛烈に日本批判を繰り広げていました。ムン・ジェイン政権は、このような思考の方ばかりですね。韓国紙朝鮮日報は、7月3日付で韓国大統領特別補佐官、韓米訓練時、北に了解求めるべきと題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。ムン・ジョンイン大統領統一外交安保特別補佐官は、2日、韓米連合訓練を、予定通り8月に実施する場合、北朝鮮に、いかなる形であれ、了解を求めるなり、通知するなりすべきだと発言した。ムン補佐官は、この日、国会内で開催された韓半島平和フォーラムの非公開講演でこのように述べた。出席者たちが伝えた。ムン補佐官は、講演で、連合訓練をすれば、北朝鮮の反発を買うことが考えられ、連合訓練ができなければ、戦時作戦統制権の移管が難しくなるかもしれないとの指摘に対し、大統領の決断が必要な部分との考えを示したという。ムン補佐官は、フォーラムでの公開発言を通じ、米ホワイトハウスのジョン・ボルトン元国家安保補佐官の回顧録の内容を批判し、ホワイトハウスの決定事項を見れば、完全に、ボンスンア学堂、KBS のお笑い番組の人気コーナーだとして、米国を信じられる国と言えるかという思いが強く湧いたと述べた。ムン補佐官はさらに、日本の安倍首相が、南北米外交に意見を伝えたとする回顧録の内容に言及し、最も悪い人間はボルトンで、もっとアグリーな、醜い人間は安倍首相だと話した。さらに、それでも合理的でいい人はドナルド・トランプ大統領として、ボルトンは、米国の北核交渉主席代表のビーガン氏を、弱々しい交渉者と評したが、我々からすれば、非常に良い人だと主張した。ムン補佐官は、故・キム・デジュン大統領が、ボルトン氏に対して、不快な感情を抱いていたことも伝えた。ムン補佐官は、ボルトンは、第二次北核危機を触発した張本人だと伝えた。ムン補佐官は、ボルトンが最も嫌う人物が我々のムン・ジェイン大統領。ボルトンの資格からは、ムン大統領は、対応政策を盲目的に受容し、北に対して、過度な信頼を持っており、希望的な思考を多く持った人物として語っていると指摘した。
一方で、カン・ギョンファ外交部小児総統長官は、この日行われた会見で、北朝鮮に対する韓米の協力協議体であるワーキンググループが、南北関係の足を引っ張っているとする与党勢力の指摘があるとの質問に、外交部は、ワーキンググループが相当有用に作動してきたと評価すると述べた。その一方で、菅氏は、今回の井戸墳韓半島平和交渉本部長の訪米時、米側とワーキンググループについて問題意識を共有し、運営方式をどのように改善すれば懸念を払拭できるかについて意見を交換したと伝えた。一家氏の統一外交安保特別補佐官が、他国である日本の総理大臣に向かって、醜い人間は安倍首相だとよく言えたものです。これは明らかに外交問題です。日本の総理に向かっての悪態は、日本国へ向けられたのと同じです。この発言が事実であれば、何の対処もできない日本政府は、ふぬけとしか言いようがありません。ほんと、こんなことだから日本は腰抜け国家だと、完全に舐められるんですよ。こんな情けない日本政府を、明治維新の志士たちが見たら、どう思うか考えないのでしょうか。来月8月4日に、韓国の裁判所が差し押さえた日本企業の資産を現金化されれば、日本政府は何らかの措置を講じると思いますが、こんな様子では中途半端な対抗措置しかできないような感じがして危惧します。しっかりしろ日本政府。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回は、ドナルド・トランポリンさんと、桜井よすこさん、そして私、ひらひらくりきんとんから、ご視聴いただいている皆様にお願いがございます。当番組は、ファクトに基づきお伝えしていますが、YouTube 側の広告審査で、多くの番組が審査不合格となっており、収益が大変行き詰まっております。そこで、この MHK 報道局を、YouTube のチャンネルメンバーシップを活用して、皆様方から活動支援をしていただけないかと思っております。大変厚かましいお願いですが、賛同していただける方は、ぜひともメンバーシップにご参加ください。何卒、よろしくお願い申し上げます。また、チャンネルメンバーにならなくても何も変わらず、今まで通りに、この MHK 報道局の番組をご視聴いただけますのでご安心ください。